佐保殿とは、奈良時代以来奈良郊外にあったとされる、藤原北家当主の邸宅。平安時代に入ると、北家当主が、富士市長者、石管家当主を兼ねるようになったため、その邸宅としての意味も有するようになった。具体的な設立時期や場所については不明。今昔物語集には、山品寺の西に、佐保殿という勝は、この大臣のお家なりと記され、十、悪田には、 藤原不比と冬継ぎの邸宅と説明されている。また大二四年十一月十三日に佐保殿が消失した際に藤原宗忠が四百十四歳の藤原氏の霊所が失われたことを嘆き、また源の諸時も藤市長者類大の重宅なりと記している。これらの記述から奈良時代初期後に幸福寺や春日大社の北西にあった佐保の地にて存在していた。 藤原北家の邸宅と推定されているが、確証となるものが存在していない。平安時代に入ると、藤市長者が代々所有するようになり、藤市長者が幸福寺や春日大社に参詣する際には、さほどのお宿舎として、ここで旅装を改めて衣装を整えて、奈良に入った。また、それ以外の藤原氏の区業や弁官が、朝廷の使者など公務にと奈良に入る場合には、 佐保殿に付属した宿院を宿舎とした。佐保殿は、藤市長者が、家ジの中から任命した、羊別島がこれを管理していた。また、宿院は、藤原氏一族の施設として、市院である官学院の弁物等がこれを管理し、多生の苦業や弁官が公務で、奈良に入るときに、佐保殿に立ち入ることはできなかった。さらに佐保殿には、 藤原氏の大和国における出先機関としての役目を有しており、幸福寺や春日大社の事務、シャムに関する業務や藤市長者所有のものを含めた国内各地の荘園の管理を行い、さほどのそのものも、その施設の維持、修理を行うために、周囲の田畑を支配下に置いて一つの荘園として、技能することになった。このため、さほどのは藤市長者の財産である。 伝家渡資料の一つに加えられて、代々の富士市長者に継承されるものとされた。前述のように、大事4年の火災で消失したものの、遅くても、藤原頼長が奈良訪問の際に、佐保殿に宿泊した、二平元年までには再建されていたことが知られている。その後も室町時代まで、佐保殿と、その修理領所は存続した。ただし、室町時代末期の、 大乗院寺社雑事記、文明10年10月17日上には、宿院御所の旧跡という文字が見られており、この段階ではすでに廃絶されていたことが知られている。ありがとうございます。